おはこんさつま、うしみでございます。去年というか、まあ結構前に鹿児島ローカル局である KKB 鹿児島放送にカプリティリンさんというバーチャルアナが誕生したんですけども、まあ、この春から金曜日に1週間のニュースを振り返る番組をやっているみたいなんですけども、まあ、その番組自体はですね、カプリというアプリでやっているので、そちらをダウンロードしてみてほしいんですけどもね、まあ、それだけでも鹿児島のニュースがわかるんですけど、まあ、正直言うと牛も前にコラボしたことがある方なので、ちょっと宣伝しておきますね。まあ、それはいいとして、今回は4月に鹿児島ローカル局であるMBC 南日本放送さんの、ツイートに気になるものがありましたので、そちらを紹介したいでございます。そのツイートがこれなんですけども、今イラストはうちの動画でも何度でも紹介してきたイラストレーターであるまむねむこさんのものだと思うんですけども、まあ、本人がリツイートしてたので、まあこれはちょっとこのキャラクターの展開が気になりそうでございますよね。もしかしたら鹿児島で2人目のバーチャルアナか、新しくできたバーチャルリポーターなのか、普通にまあマスコット的なキャラとして使われているものなのかというところでございますよね。まあ、正直バーチャルアナとして出てくれたら気になるところなんで応援したいでございますね。はい、まあ、こちらも前に紹介したんですけど、鹿児島市にもバーチャル広報サポーターが、まあ、インスタグラムなんですけどもいたり、まあ、鹿児島でもバーチャルキャラがどんどん増えてっていうのは楽しいでございますよね。公式というか、そういう CE とかそういうところがやってるのはですね、まあ牛も正直非公認から準公認ぐらいになれるぐらいになりたいでございますね。しぶしさん、かのやすさん、そして鹿児島県の柿の屋さん、お待ちしております。